お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は大谷田1丁目西水元6丁目経由西水元循環でございます。途中お降りの方はブザーでお知らせ願います。次は亀有5丁目亀有5丁目でございます。パスもスイカは駅一部を除くコンビニエンスストアでもチャージをお取り扱いしています。次は中川4丁目中川4丁目でございます。伊東吉川亀有駅北口徒歩2分亀有北口中通り商店街にございます。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。次は大谷田でございます。歯周病でお困りの方は西沢歯科医院にご相談ください。この先飯塚橋手前大谷田鈴蘭通りにございます。お客様にお願いいたします。座席は譲り合ってご利用ください。
次は飯塚橋、飯塚橋。地元生まれ、地元育ちの丸太活動団体でございます。この車は西水元6丁目経由、西水元循環でございます。水元特別支援学校前でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方の優先席を設けましたので、ご協力ください。西水元6丁目経由、西水元循環でございます。次は水元神社前、水元神社前でございます。皆様のご協力をお願いします。
本6丁目、西水元6丁目でございます。お客様にお願いいたします。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。タバコの投げ捨て、寝タバコはやめましょう。火を使っているときはその場を離れないようにしましょう。みんなで気づく、住まいの安全、地域の防火。
この車は亀有駅北口行きでございます。次は葛飾車庫入り口、葛飾車庫入り口でございます。譲り合ってご利用ください。亀有5丁目でございます。
お待たせいたしました。次は終点、亀有駅北口、亀有駅北口でございます。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。また、車内に空き缶、ゴミなどを捨てないようご協力をお願いします。本日は東武バスをご利用くださいまして、ありがとうございました。